南紀白浜空港、南紀白浜空港、南紀白和空港は、和歌山県西室郡白浜町にある地方、管理空港である。観光エリア、南紀に訪れる観光客を中心として利用されている。南紀白浜温泉の温泉街を含む、白浜町中心部から南東に約 1.5km の丘陵地に位置する地方、管理空港で、 和歌山県が設置、管理する。和歌山県唯一の空港で、本州最南端の空港である。1968年4月2200メートルの滑走路を持つ空港として開港。東京、大阪、名古屋と結ぶ便が開設されたが、やがて大阪、名古屋便は撤退。空港を管理する和歌山県は、就航路線のジェット化を目指し、 1996年3月9日、東側の隣接地2800メートルの滑走路を持つ新たな空港を開設。その後、滑走路を2000メートルに延長した。県の行政、経済の中心地である和歌山市とは約65キロメートル離れており、利用客の大半は南紀白浜温泉や熊野古道など、 空港周辺地域の観光地を訪れる観光客が占める。現在の定期便は日本航空 JR にて運航による東京国際空港羽田行きの便は1日3往復就航しているのみである。また、開港時から2009年9月2日まで南紀航空がこの空港を拠点とした遊覧飛行を行っていた。なお、 空港内でのオペレーションチェックイン業務などは、日本航空ではなく総代理店である、日本通運株式会社が代行している。空港オリジナルマスコットキャラクターは、ランキー、両端にターニングパッドを備えた2000メートルの滑走路1本を有する。滑走路南端付近に IL、ILS LO、LOC、TDME が設置されている。空港ターミナルビルは、鉄骨づり2階建て、 一部3階建てで、建築面積は3883.88メートル。屋根は白浜の海をイメージする波形をしており、カーブサイドには南国をイメージした全面ガラスのカーテンウォーが採用されている。1階にチェックインカウンター、手荷物受け取り所、到着ロビーと多目的室、スカイルーム。2階には売店、アドベンチャーワールド直営のレストラン、保安検査場。 ゲートラウンジと登場口、ボーリングブリッジ1基、多目的室、サンルームがある。また、屋上は滑走路を一望できる展望デッキとなっている。1階到着ロビーと2階ゲートラウンジでは、フリースポットによる無線 LAN の無料接続サービスを提供している。また、屋外駐車場は229台分用意されており、無料で利用できる。管理運営は、 県が出資する南紀白浜空港ビル株式会社が行っている。旅客ターミナルビルに面したサウスエプロンにはボーイング737型機が中期できる中型ジェット用1バースと YS クラス用2バースがノースエプロンには小型機用5バースがある。かつての定期就航路線、八オ空港は不定期。各年度の空港利用状況は下表の通り。 2010年度の南紀白浜空港の年間利用客数は111,203人で、前年度比で36,551人24.7%の減少だった。しかし、日本航空によるマクドネルダグラス MD-87 の運航から、子会社の j a によるエンブライル170での運航への変更により、 登場率は16.1%増の67.0%へ改善された。また、2007年度の年間貨物輸送量は149トンで、内南紀白浜空港から羽田空港に向けての輸送量が136トンで、全体の91.4%を占める。2011年度は、2010年度末に当たる3月11日に発生した。 東日本大震災後の国内旅行の自粛ムードなどから利用客が減少していたが2012年度下半期以降に回復基調になったとされ2012年度の年間利用者数は108,441人となって前年比17,421人19.1%の増加となったまた2013年の上半期に限ると搭乗客は 過去3年間で最も多かった。この要因について、地元市は、地元関係者による、増客の取り組みがそうをこうしたほか、乗り継ぎ利用に対し利便を図る、運賃制度などが要因であったとしている。南紀白浜空港は、和歌山県内唯一の空港だが、県南部の白浜町の海岸部に位置し、現在は、羽田便のみの就航であるため、道県北西部にあり、行政や、 商工業の中心地である和歌山市からのアクセス時間や便制では大阪府にある関西国際空港におり、羽田線の通常運賃でも南紀白浜空港の方が高い。その結果、南紀白浜空港利用客の過半数は観光目的であり、その行き先としては南紀白浜温泉、アドベンチャーワールドなどの白浜町内及び熊野古道、那智勝浦温泉、 塩の岬などの県南部の観光地が上位に並ぶ反面、県北東部の高野山は相対的に低いとしている。このような実情を反映してか、和歌山県はその長期総合計画の中で、関西国際空港を南紀白浜空港に優先して記述し、その至近距離が本県経済の発展にとって大きなメリットをもたらす観光や企業の誘致、 農産物などの輸出に有効とし、大阪府や近畿の経済界と連携して、同空港の日記工事を推進する一方、南紀白浜空港は、首都圏に直結する立地条件を持つ、本県南部の玄関口途上認識を示した上で、観光客などの誘客を行う際には、南紀白浜空港を拠点に、避難地域への動線を描いていくという将来像を示し、 両空港の並立と南紀白浜空港の維持、増便を目指している。和歌山県は、利用者の増加とイメージアップを図るため、東空港の愛称を南紀白浜パンダ空港とする案を検討している。また、白浜町民は、航空機利用について、白浜町から補助金を受けることができる利用促進制度がある。2016年2月10日、 和歌山県の人志坂義信知事は、県の平成28年度当初予算案の定例記者会見で南紀白浜空港への国際線誘致に向けて、平成28年2016年度から国際線空港ターミナルビルの元設計、実施設計に着手するとともに、民間企業への空港の運営委託について、コンセッション方式、公共施設等運営権方式も含めて検討する。 ことを明らかにした。2018年1月25日、南紀白浜空港民間活力導入事業の第一次、審査結果が発表され、経営競争基盤を代表とした、経営競争基盤、道のりホールディングス、白浜間コンソーシアムと、ホテルマネージメントインターナショナルを代表とした、ホテルマネージメントインターナショナル、岡本設計、中期バスエコ赤山、 松下オフィスと地下奥調査し、3S 等構成員とた、白浜ハミーコンソーシアムが第一次審査を通過した。同年5月15日に行われた第二次審査では、白浜ハミーコンソーシアムからの提案がなかったため、最終的に経営競争基盤、道のりホールディング、白浜間コンソーシアムが優先交渉権者に選定された。経営競争基盤、道のりホールディングス、 白浜間コンソーシアムは2019年4月1日よりコンセッション方式にて南紀白浜空港の運営を資する予定。空港敷地内の高台には公園があり一般に開放されている。旧空港跡地、南西に隣接する旧空港の跡地には旧滑走路が現存し敷地の一部がバラ園として利用されているほか繁忙機や 空の日フェストなどのイベント開催時には、臨時駐車場として活用されることもる。一般利用客は隣接する平草原公園から、旧滑走路に立ち入ることができる。なお、旧旅客ターミナルビルは2010年に解体され、同年11月7日、その建物後に隣接して、白浜警察署が移転、設置され、路線バス、空港のすぐ西側にある、南紀 VOR、 DME と空港敷地内にある ILS の管理は大阪空港事務所システム運用管理センターが行っている。また大阪航空局南紀白浜空港出張所が管理していたごぼう DMEVOR は2013年3月7日廃止及び串本 VORTAC の管理も同センターが行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。